オーストラリア本土の標準時は下記のものが使われている。非公式ではあるが次の標準時も一部では使われている。オーストラリアの標準時オーストラリアにおける時間の標準化は1892年のメルボルンでの植民地間会議の時に始まった。その時に1884年の国際死後戦会議での推奨案であったクリニッチ平均時を基準に考えた。 標準時の採用を決定した。世界の各国の習慣に従って GMT から1時間の倍数の時間帯の地方標準時システムが考案された。1893年、西オーストラリア州は GMT を8時間進めた。時間帯、南オーストラリア州及びクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州は9時間進めた。時間帯、ビクトリア州とタスマニア州は10時間進めた。 時間帯を採用する立法を制定した。三つの地方標準自体は、西部、中部及び東部標準時として知られるようになった。1898年には、南オーストラリア州が、アトクプラス9、32、標準時を変更した。この非正数である時間帯にはたびたび批判があり、1986年と1994年に、 アトクプラス10を採用するか、アトクプラス9に戻す計画が浮上したが、実現しなかった。標準時採用以来の大きな変更は、1910年と1911年のブロークンヒルの中央標準時の採用と、ロードハートのアトクプラス10、30の採用だった。一方、ニューサウスウェールズ州から分離した、オーストラリア市と特別地域と、南オーストラリア州から分離した、 ノーザンテリトリーは、親州の標準時を維持した。オーストラリアの多くの島々では個々に標準時を持っていることがある。また、3つの地方では夏時間を採用している。なお、ノーホーク島は2015年10月4日に、アトクプラス11、30からアトクプラス11の時間帯へ移行した。また、2019年10月6日には夏時間を導入した。 オーストラリアの夏時間、夏時間を正式採用しているのはオーストラリア州と特別地域、タスマニア州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、南オーストラリア州である。南オーストラリア州はオーストラリア中部夏時間を採用し、それ以外で採用している州と地域はオーストラリア、東部夏時間を採用している。夏時間を採用する地域の大部分は10月の大、 一日二時から四月の第一日三時の期間に適用している。この期間は2008年の夏時間終了時からの州政府間の合意によるものである。西オーストラリア州は2006の2009年の3年間、オーストラリア西部夏時間を施行していた。他州に比べて夏時間の期間は短く、10月の最終日曜日午前二時から三月の 最終日曜日午前3時の期間に適用していた。2012年現在、夏時間を採用していないのは、クイーンズランド州、西オーストラリア州とノーザンテリトリーである。TZ データベースのゾーン、タブには、ISO3166 から 1α-2 における、オーストラリアの国コード AU を持つ領域は13の時間帯が含まれている。また、 本土以外の地域についてもいくつかのエントリーがある。ありがとうございます。